どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回はこちらです。ちびまる子ちゃん第9巻です。9巻まで来ましたか、ちびまる子ちゃんも。もう完全に仕上がってきてますね。そうね、9巻ぐらいになるともう、うん、もうデカまる子ちゃんです。はい、仕上がってきて、もうちびではないです。はい、いや、ちびですよ。はい、今回はこちらです。うん、まる子、花輪くんに英会話を習うの巻。はい、まる子、変色するの巻。すごい巻ですね。うん、ありましたね。サッカー少年ケンタの巻。うん、マルコゴキブリ怖がるの巻。うん、桜家のお月見の巻。お姉ちゃんついにマルコに愛想つかずの巻。いいタイトルですね。うん、マルコ教会へ通うの巻。うん、マルコつづらの中身が知りたいの巻。はい、小鳥屋ののりちゃん。まあ、これはほのぼの劇場ですね。ほのぼの劇場のね。うん、はい、というわけで今回もね、なかなかいい回がいっぱいありましたね。盛りだくさんでしたね、今回も。今回の好きなお話、はい、言いましょう。そうですね、僕はこちらですね、やっぱりその59、サッカー少年ケンタの巻ですね。ケンタはね、長谷川ケンタさん、うんうん、やっぱ衝撃でしたもんね、当時ね。長谷川ケンタと桜桃子が同級生なんだ、まあね、うん、すごいことですよね、ほんと。なかなかね、こんな有名人2人が同じクラスにいるって、ね、なかなかないですよ、これ。そこのあのスタートを見てるってね、これが結局日本代表まで上り詰めてね、うん、今や名監督ですからね。あ、ケンタ監督なの今。いや、監督ですよ。 J リーグで一番勝ってる監督じゃないですか。そうなの。うん、総勝利数はエスパルス。え、エスパルス。いや、今はまあ、そのこの間まで FC 東京やってて、うん、あ、そうなの。ちょっとやめちゃいましたけども、あの残り3試合って。長谷川ケンタ、そのなんか頭が良さそうに見えなかったけど。ただ、そうなのよ。だから長谷川ケンタがね、うん、そんな名監督になるとは思わなかったです。確かに当時のプレースタイルからしてもね。うん、だってね、うん、すごいんですよ。やっぱ当時の長谷川健太ってもうライン上走るだけの人だからね。右サイドをね、うん、走る人でしたから。長谷川健太とハジしか見たことないっすよ。ゲオルグハジね、ルーマニアの。あんなにサイドにいるやつは。うん、そうね。まあ、この回でもやっぱほのぼの、やっぱあんなちっちゃい頃からみんなにね、バカにされても頑張ってたんだっていうね。うん。うん、掃除を押し付けられてましたからね、あの長谷川健太が。健太は窓拭きの係でもっと出てきてもよかったけどね。うん、でも長谷川健太はクラスが違ったんだよ。桃子さんのことはあんま覚えてなかったらしいですよ、当時は。言われて、ああそうだったんだっていう感じで、これ漫画描くのに断り入れたらしいんですけど。あ、そうなの。桜桃子先生が、うん、まあ当時子供もいっぱいいたんでしょうね。そうね、うんうん、僕はこれです。その57、マルコ花輪くんに英会話習うの巻ね。まあね、やっぱね、ね、これはついにあの藤木くんじゃねえ、あの長澤くん、長澤くん、うん、長澤くんがね、キャラ出してきましたからね。うん、みんなで英語習うんですけどね。最後に花輪くんの字が汚くて、長澤くんが、君は英語よりもまずは漢字を練習した方がいいんじゃないかって言って、次の日から花輪くんの英会話の授業はなくなったっていうね。なっちゃったっていうね。うん、いや、忘れてたよね、花輪くんが字汚いっていうの。そう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 、前、短冊にね、字が上手くなりますようにって書いてるってのありましたもんね。花輪くんにね、こういうやついたよね、うん、あの、なんか、今でもいるけど、うん、なんか、場の空気をしらけさせる一言スパッと言うやつ。そうね、悪気はないんでしょうけどね、本当に悪気はないけど言うんだよね、うん、こういうやついるんだよね。小学校の時よくいたような気がする、なんか確かに、余計な一言、うん、だからまあ、あれだよね、多動性障害だよね、一種のね。多動性とか、なんていうの、うん、もう我慢できないっていうか、言っちゃいたくなるっていうね、うんうん、はい、今回の好きなセリフ。はい、僕は教会に行く会ですね、はい、ブー太郎にね、教会連れてってもらって、まあお菓子がもらえるからっていう理由でね、うん、連れてたんですけど、でやっぱり実際行ったらつまんなくて、途中で、ね、はい、寝ちゃいそうになって、その後のなんか集まりみたいなので、なんかノアの箱舟に乗せてたら何でしょうみたいなのをブー太郎がね、ちゃんと答えたら、まるちゃんがね、すごいよブー太郎、顔は豚でもあんた立派なクリスチャンでとんでもないひどいセリフを吐くんですよね、まるちゃんは。まるちゃん結構ひどいこと言うんですよね。顔は豚でもはもう絶対ダメですよ、そんなこと。お母さんにも前言ってましたからね。あ、そう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 、ひどいセリフね。あ、豚みたいなこと言ってましたよね。あんたが豚でしょみたいな、口悪いんだよな、ほんと。まあこれは口には出してないですけど、うん、ひどいよ、よくこれを漫画に載せれた時代ね、うんうん、この、うん、まるちゃんはね、ざく言いますからね、偏見の塊、うん、クリスチャン、別に顔豚でもいいだろ、それは。そうなんですよ、うん、
じゃあこれはあの英語の回ですね。はい、まるちゃんがねお父さんに英語を聞くのはいいですね。うん、あのハイザルは英語でなんて言うのって言ったらねお父さんがね、うんうん、ザラハイだよザラハイ。いいお父さんですよね。本当、うん、じゃあスイカはって言って、うんうん、スイカはですね、デカメロンだ。大喜利強いな。大喜利強いんですよね。うん、じゃあおならはって聞きますよね。うん、ただ最後ですねこれ。うん、しょうがねおならはガスプーだ。本当にしなかったな。おならガスプーだ。可愛いですね。親父はね。茶目っ気あるお父さんですよね、うん、本当。まあ昔親父ってこんなもんでしたよね。うん。まあね。まともなことを教えてくれなかったですよ、ね。うん、そうそう本気で教えてくれることなんかあんまなかったですからね。うん、やっぱザラハイが良かったですよね。うん、ザラハイだって。めちゃくちゃ適当だもん。確かにハイザラ難しいですよね。英語ザラなんだっけ、アッシュトレイでしたっけ、うん、そんな感じ。実際ですか、うん、おならも確かに言ったことないしね。おならって確かに何なんだろう英語で、うん、プーピングみたいなやつだっけ。でもプーピングって音を表してたかな。おならのなかちゃんでも英語できるんでしょ。できないよ。あれウィンドウ。ウィンドウ。えウィンドウ。風風違うか。あでもそうやって言うのかね、その場によって。なんかいっぱい表現がありそうですね。スティンク。あとスカンクぞ。まあ、はっきりしたのはないのか。じゃあ、まるちゃんも意外と難しい質問したってことね。難しいよね。うん、だとしたらガスプーはガスプーかもね。いいかもね。あパート、一般的にはパートがパートがよく、まあ使う機会もないか、オラなんて。まあ確かにね、うん、はい、はい、だけどまたね、次の巻も楽しみにしておきましょう。はい、はい、さあそれでは今日の一人でご覧ください。どうぞ。初めまして。どうも初めまして。私マッチングアプリとか初めてで。あ僕もそうなんですよ。緊張しちゃって。そうですよね。あのでもあの英語の講師されてるんですよね。そうなんです。私それだけが取り柄なんです。あかっこいいですね。そうです。普段あの英語とか出ちゃうんです。かっこいい。すごいですね。ちょっと緊張しちゃってて。あいやいや全然大丈夫大丈夫です。私昔から緊張しちゃうと、はい、あのガスプー出ちゃうんです。いやオラのこと英語でガスプーって言わないよ。どうも、ありがとうございました。